ゲッターズ飯田の初めの一歩億万歩。どうも占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万でございます。飯田さん、先日は初めの一歩億万歩公開収録お疲れ様でした。いつの話をしてるんだよ。聞いてる人もびっくりしたよ今。そうなんですよ、これ11月23日公開で、あのライブ9月30日です。俺文化祭準備委員長とかやったからさ、はいはいはい、文化祭 の、 その司会もやったりとか、その企画運営とかやったからさ、うん、楽しいよね。いや、よかったっすよ、なんか、ね、青春時代みたいな感じがして。遊びじゃねえんだよ。青春時代じゃないんだよ。いやでも仕事なんだよ、ね、ゲストが、ああそう、ゲストすごかったね。はい、もう水晶玉子さんに、青木さやかさんに、辻君がでも来て、ね、来てサプライズで、もう盛り上がり、すごかったですよ。大変。あとはね、もう本当びっくりしたのが、はい、あの終演後ね、ロビー出て、私だけで売るものがなかったので、はい、水晶玉子先生ももうサイン本売って、そうそうそう、辻君も CD 売って、はい、青木さやかさんも本ね売ってる。俺何もなかったんで、うん、一応そのチケット持ってったんですよ、億万トークライブの。売れるかな、どうかなと思ってる、うん、そしたら30枚売れましてね、びっくりしましたよ本当に。いやでもよかったじゃん、おお、もう売れるんだと思って。全部その後会場の層捨ててるし、なんでだよ。買ったのに。それ別に俺にダメージないもん。いやでもね、ライブに来てくださって、まあでもそうやってお客さんがね、やっぱ億万くん見て、うん、エンディングトークで言ったでしょ、億万くんここ頑張って、はい、ね、もともとは僕の占い師の隣で喋るなんて好き好んでやるわけじゃないけど、うん、でもその子やっぱ盛り上げてくれるしさ、はい、どこの今地方は回ってますけど、億万さんすごい面白いですってやっぱ言われるから、はい、やっぱあの地道な積み重ねやっぱ大事だなっていうのはね、はい、わかりますから、また来年、はい、それではですね、占いサイトゲッターズ飯田の占いに届いた相談へと参りたいと思います。埼玉県30代後半の女性、アーモンドラテ、はい、ありがとうございます。飯田さんに会いたすぎる36歳の女です。おー、いいですね。私は今美容師免許を取得するために、通信制専門学校1年生として勉強中です。3年後に免許を習得し、40代で自分のサロンを持ちたいと考えています、うん、勢いで去年の12月に専門学校入学を決めて今日まで動いてきました。私はこの道に向かって頑張っていけば独立の道を切り開き成功させることはできますでしょうか、よろしくお願いします。もうでもいいね、2023年、ね、勉強しましょうって常に僕言ってますけど、うん、だから3年後ぐらいだったらちょうどいいんじゃないですか。あ、いいですか。美に関しても品格と、はい、あでもハサミとか、ね、ハサミ持ってますもんね、基本。ハサミ持つと、あでもインディアン坂、手先が不器用なんで、はい、ちょっとお客の耳とか切っちゃうかもしれないけど、いやいやいや。まあね、ちょっとね、あるあるじゃないけど気をつけないと、うん、まあでもまあまあ鍛錬ですから、はい、38歳から運命変わりまして、そのまま76歳まで駆け上がる星持っておりますので、ちょうどでもいいんじゃない、40代取ったらちょうど38ぐらいになるんじゃないですよね、うん、ちょうどいい。33歳から考え方変わるのでちょうどいい、ね、あ乗るね。だからそしたら経営独立向いてますので、すごいじゃないですか。一回どっか就職するかなんかやって大変なとこあるかもしれませんが、うん、その後うまくきますので、あそうか、まあ、でもよかった。そうか、お金の計算だけちょっと得意じゃないんで、はい、ちょっとそれだけ経営のするときは気をつけて、まあ、でも知り合いの輪を広げて、うん、例えば髪切るようになったよって最初に友達の髪ちょっと切ってあげたりとか、はい、うまいじゃんみたいな、勉強したんだよみたいな言いながら、うんうん、ちょっとサロンできたら来てよみたいな、いいよっつって、うん、やると口コミでね、そう口コミで知り合いが広がりますので、はい、始めるタイミングしたらいいと思いますので頑張ってください。いやすごい、頑張ってほしい。はい、ありがとうございます。続きまして、沖縄県は20代前半女性、メロンパンナ、はい、ありがとうございます。私には大好きな恋人がいます。すごく優しくて私のことを理解してくれるとてもいい人です。しかし私はどの占いの本を見ても男運がないと書かれており、対面鑑定の占い師さんからも同じことを言われました。確かに今までろくな恋愛をしてこなかったのですが、今が一番幸せなくらい大恋愛をしています。彼との相性、結婚を占ってほしいです。あ何、他の占い師のところに行って最後ここに来たか。何それ、いろいろ食べたこと、なんかマックも食べてロッテリーも食べたこと、やっぱモスバーガーの飯田さんが一番。あ、飯田さんはモスバーガーなの。モスバーガー一番うまいだろう。はい、どうですか。でもなんかね、占い師さんが同じこと言われてる、男どうですか。確かに良くないね。男運がないなんてことないね、はい、自分が悪いからね。大体これ他の方もそうだけど、はい、男運とか女運とか悪いですと、このメロンパナさんみたいな言われた方が他の占い師、まあ俺じゃなくても他の人でも、いるとしたら、感謝がないか、人に興味がないか、人を小バカにしてるか、
自分の都合の悪い話を聞かない、うん、大体これ4つのどれかが 強烈に持ってる場合そっかそうなるのか、うん、はい、プラス今ネガティブが入ってるので、彼との相性でいうと悪くはないんですが、はい、まあもう運って言ったら大体ダメだってことは毎回ですけどうん、恋愛運はいいですよ。お、結婚したいんだったら先に子供を作んないとしないと思います。相手がそう、メロンパンナさんが、あ、違う、メロンパンナさんが結婚願望ないの、本質的に、計算してないから、うん、今これ言うと、いやそんなことない、結婚したいと思ってます、うん、じゃあ結婚のためのお金の準備と結婚した時にどうして、うん、じゃあ結婚した後に何歳に子供を産んでどういう家に住んでっていう、うん、はい、プラン言ってたら、そういうのないです、みんな考えてるんですか考えてる人が結婚して考えてない人が結婚しないの、こういう人いたんだろうな、やっぱもうルールなんだなだから何の計画性もなく、はい、だから結婚したいって言いながら、え、なんでそんなもん買ってんの、まあ確かに、あ、この人、え、いや、あと今月お小遣い、あ、使えるお金あと1000円しかないみたいな、うん、どうしよう、食べれなくなっちゃうかもしれない、うん、あ、美味しそうなパンダ、よし買っちゃえ、あと20円しか残ってないいやいや、あと1000円しかなくて今月危ないって言ってたのに何の計画性も君ないじゃん、うん、この人と結婚してもきっと苦労するだろうな、やめとこうってなるまあちょっと可愛いっすけどね、いや、これ今の聞いてる感じだとちょっと可愛いけど、実際やられたら嫌かも、あと1000円しか、あと1000円しかないんだよ、はい、残り、はい、残り25日、うん、やばい、最初の5日全部使ってる、なんでだよラスト1000円しかありません、なんで最初の5日で給料を最初使っちゃったの、185でやばい、残り1000円しかない、やばい、あ、でも美味しそうなパン買っちゃい可愛いけどな、もうそんなこと結婚する、絶対しないですねやっぱその対岸の火事みたいなもの、でしょ、見てたら面白いけど、いい、どうしたのその後みたいな聞きたいね、なんかそしたら別になんか日雇いすればよくないみたいな、なんかなんか知り合いのママとか言うから、だいたい右上か左上見てますもんね、うん、で彼の計画性があります、はい、お金の管理とチェックと、まあ楽しい、うん、一緒にいて楽しいのとはいいと思いますけど、人ってやっぱ同じところを求めちゃうのね、うん、違うことが欲しい、自分を補う人を求めながら、人は自分の価値観とか自分にいたものを持ってないと安心しないから、うん、彼の価値観にちょっと合わせるとか、まあ、彼もちょっと浪費を持ってるんで、うん、そこで言うとちょっと結婚相手としては厳しいかな。